大紫は、蝶目縦破蝶下に分類される蝶の一種。日本の国蝶。中国名は、大紫蝶。本種は、最初に、日本で発見され、俗名の佐々木屋は、佐々木中二郎に、懸名された。日本、朝鮮半島、中国、台湾北部、ベトナム北部に分布している。日本では、北海道から九州まで各地に分布し、南限は、 宮崎県小林市。日本では生息環境が限られ、適度に管理された、やや規模の大きな雑木林を好んで生息する傾向が強い。かつては東京都区内の雑木林でも見られた。都市近郊では地域絶滅の危機に瀕する産地もある一方、山梨県のように今でも広域に多産する地域がある。北海道産の大紫のオス。 名色の半門の多くが黄色くなる遺伝型。東日本に多い、山口県産の大紫のメス、名色の半門が黄色くならない遺伝型。西日本に多い、日本に分布する抗議の縦波長科の中では、最大級の種類。生体や幼虫、さなぎの形態は同じ、小紫赤のゴマダラチョウによく似る。成虫は、全子長5 0 5 5トルほどで、 オスの羽の表面は光沢のある青紫色で美しい。メスはオスより一回り大きいが、羽に青紫色の光沢はなく焦げ茶色をしている。日本での地理的変異はやや顕著。北海道から東北地方の個体は羽表の名色版や里面が黄色く小型。西日本各地の個体は一般に大型で、羽表面色村が白色に近く。 かつ里面が淡い緑色の個体も多い。九州んは、羽表明色グラが縮小し、一見して黒っぽい印象を与える。日本以外では、里面に、濃色の反紋が出現した方が多く見られ、また、雲南省からベトナムにかけての個体群は、名色藩が非常に発達する。私有看合体も何例か記録されている。成虫は年に1回だけ6、7月に発生し、 8月にも、生き残った成虫を見かける。クヌギ、コナラ、ニレ、クワ、ヤナギなどの樹液に集まったり、クリ、クサギなどの花で吸蜜する。時に、フカや重分などの汚物に来ることもある。餌場での生態は勇ましく、スズメバチなど他の昆虫を羽で蹴散らしながら、樹液を吸う姿をよく見かける。また、飛翔能力が高く、近くにいる時にはその音が聞こえるほどである。 鳥のように力強く羽ばたいて、あるいは滑空しながら雄大に飛ぶ。縄張り飛翔は午後に行われることが多く、西日を浴びて高い樹幹を活発に飛び回る姿を見かける。オスは樹木の周囲に縄張りを作る。幼虫の植樹はえのきやエゾエノキ。卵から孵った幼虫は夏から秋にかけてえのきの葉を食べて成長する。冬は地面に降りて植樹の根材や 空洞内に溜まった落ち葉の中で越冬する。春に休眠から冷めると、再び植樹に登って葉を食い、さらに成長を続け、さなぎになる。さなぎの状態でも体を震わせることができる。大紫75円切手日本の国鳥は、法律や条例で規定されたものではなく、日本昆虫学会が選んだものである。国鳥の選出については、1933年、頃より、 片山豊、結城か、郎、中原和夫、柴谷厚弘、野平昭雄らが同行開始、ゼフィルスで論議していた。大紫は当時から候補手だったが、三角上げ派、岐阜町、上げ派町といった町も訴状に上った。結城は大紫に対抗して、上げ派町を推す理由を詳細に記述している。ただしこの時点では、決定がなされずに経過した。 1956年に大紫が75円切手の図案に採用されたことを契機として日本昆虫学会は1957年の総会で大紫を国庁に選んだ。下妻市のマスコットキャラのシモンちゃんが本州を萌えき人化したデザインになっている。なお、女の子のように見えるが、羽の模様はオスのものである。ありがとうございます。